次が5、6年生の課題に行きたいと思います。課題が、太陽が輝く限り希望もまた輝く。かとががいっぱい出てきます。同じ形でね、書けるようにしてください。また先生スピードアップして書くけど、みんなはゆっくり書いてください。で、今日使う鉛筆は先生のお気に入りです。みんなにもおすすめしてるけど、ハイユニスーパーの 4B。 すごい書きやすいです。はい、書いていきます。結構ね、文字数が多いからあんまり大きく書くと多分全部入りきらないから、大きさね、気をつけて書いた方がいいと思う。はい、太陽が顔を描いてしまいます。あーが、やーく、はい、描きながら、中心意識しながら描くと曲がらないからね。止めて払う。はい、希望は毛筆でも結構出てきてるから上手に書けると思います。希望も右の1行目と大きさ揃えてください。はい、次も輝くひらがなね。感じです。よいしょ。はい、じゃあ5、6年生、はい、教室も頑張ってください。以上です。